29日帯はテレビ番組、イベントのディレクター、プロデューサー。東京都江戸川区出身。日本大学法学部卒業。身長180センチメートル、血液型大型。現在、株式会社アースシースカイ代表取締役社長。1972年に東京都江戸川区に生まれる。現在、テレビ番組、イベントのディレクター、プロデューサー。 株式会社アスシースカイ代表取締役社長を務める。主な代表番組として、特命リサーチ 200X トリビアの泉マジック革命セロ。そうだったのか、池上明の学べるニュース幸せボンビーガールが挙げられる。江戸時代に船乗りの仕事をしていた内海家17代目の長男として出生。言い伝えとして戦から逃げていた。 徳川家康を先祖が船で隔まい、その助けた褒美として、東京湾野郎と言われたのを丁重にお断り、内海という名前をいただきたいとお願いをし、名字を授かったとの記述が残っている。褒美としていただいたお品物は、下方で保管している。小学校の時ジャッキーチェンに魅了されて、映像の世界に興味を持つ。特に、プロジェクト X のエンディング映像に衝撃を覚えた。 NG シーンや撮影の裏側を映画の最後に見せる演出は当時ではなかった。その後、映画の世界に浸水していき、ゴーストバスターズ、バックトザフューチャーなどの SFX の作品に魅了。小学4年から映画専門雑誌、スクリーン、ロードショーを定期購読。中学時代を通じて、まだ日本に出始めたレンタルショップに通い詰め、 店内にあるほとんどの作品を見尽くした。日本大学第一高等学校、日本大学法学部新聞学科に進学。二大巨匠の映画監督、黒沢明、スティーブン・スピルバーグ、スタンリー・キューブリック、チャールズ・チャップリン、アルフレッド・ヒッチコック、フランシス・フォード・コッポーラに系統。漠然と映像の世界に進みたいと考え、大学在学中に研修で映画会社に飛び込む。 卒業旅行に行った2週間、片道30時間をかけて、初めての海外、アフリカへ行った時感じた衝撃、ワクワクを映像にしたい、伝えたい衝動が芽生えて演出家としての進む道が明確となった。大学を卒業後、テレビ番組制作会社、オンエアに在籍。日本テレビで日曜夜8時から放送されることが決まった新番組。 特命リサーチ 200X の立ち上げから担当。アシスタントディレクターを4年経験して、26歳でディレクターデビュー。その後、フリーディレクターとなり、フジテレビでトリビアの泉、マジック革命、セロ、などを担当して、16年間で特番を合わせると50本以上の番組に携わる。37歳の時、池上明がブレイクするきっかけとなった。 そうだったのか。池上明の学べるニュースを担当。様々な賞をもらうような番組となった。2011年に震災があり、仲間たちの後押しもあったことがきっかけで、自身が代表となり、制作会社を立ち上げようと決意。2011年6月10日に自身が代表取締役をする、株式会社アースシース会を設立した。プロデューサーとしても、スタードラフト会議、幸せ。 ボンビーガールを手掛け、現在は DTV チャンネルで K-POP やアーティストの番組を多数担当している。2017年に両国にアースシースカイスタジオを設立。演劇のリハーサル、練習用、スタジオ、グリーンバック映像スタジオとして貸し出しをしている。2020年現在、テレビ番組のディレクター、プロデューサーを兼務しながらドバイでの映像、 イベント事業を行っている日本と海外メディアの架け橋を担うプロマジシャンブログ。人の心を動かすコミュニケーションパーティー。ハット A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A A B A C アドア A F A G I A J K R A M N O A P A Q R A Z A T A U avo, a、VO、x i, as, b a bb, bc, bdb, boyfriend, bgb, h, by, bj, bk, bl, bm, bn, bop, bp, ベ e c ル e l br, bs, bt, v, bv, bx, by, bg, s a bb, c, 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 d, c,、ES、f, c, g, c, h, c, j, c, k, アップ出た、数々の人気番組を手掛ける記載ディレクターを打つみ、のボるの制作術に迫る。追い立ち。 趣味、こだわりなど。決意表明は、ドバイのメディア王を目指す。と、芸能フラッシュニュース、マジック革命。セロ。ハット AB 株式会社アースシースカイホームページ、キスドキ。キスドキ生特番第69話、アニメデータベース、一般社団法人日本音楽事業者、協会50周年記念作品、ジョバンニの島。ありがとうございます。